インドシナ総督府フランス植民地様式、またはフレンチコロニアル様式はフランス人が植民地に建てた建築の様式、時には家具などのスタイルを指している。一般的に植民地様式とは各国が植民地に建てた建築を言い、フランス植民地様式以外にもイギリス植民地様式、オランダ植民地リバイバル様式、ポルトガル植民地様式、 スペイン植民地様式などがあり、イタリア植民地様式、ドイツ植民地様式、日本植民地様式も考えられるが、第二次世界大戦の敗戦国に関する、そういった用語はまだ定着していない。それに対して、アメリカ植民地様式は、アメリカ合衆国独立以前の植民地時代の、様々な国の影響下の建築様式を指す。 フランス植民地帝国のフランス植民地様式には長い歴史があり、1604年に北、アメリカで始まり、西半球で最も活発に採用されて、19世紀にはフランスはアフリカ、アジア、南太平洋、その他の地域に進出した。多くの元フランス植民地、特に東南アジアでの植民地は、 植民地時代の建築物を観光の子孫として宣伝することに以前は気が進まなかったが最近では地方自治体の新世代の人たちがこの建築様式を幾分認めてむしろそれを宣伝している以下に写真集を示すアルジェリア、チュニジアなどの建築物セネガルの旧首都サンレイなどの建築物コンゴ共和国の首都ブラザビルなどの建築物 ありがとうございます。